い、今回やってきたのは和歌山県の川湯温泉です。熊野の本宮大社からも近いこの温泉地は、川底から温泉が湧いている場所があるというのです。その人を探索しに行ってみましょう。今回も前回に続いて和歌山県の田辺市に来ています。熊野本宮大社からも近いのが川湯温泉です。この場所を流れる大東川の川底から温泉が湧いているというのです。探索しに行ってみましょう。この川底から70度の温泉が絶えず湧き出ています。冬にはこの川をせき止めて巨大な温泉プール千人風呂が作られます。人気で多くの人が訪れます。水着や湯やみ着を着て入る混浴です。その千人風呂の期間以外は自分で瓦を掘って温泉には入れます。川もこのように非常に綺麗です。よく川を見るとそこからぷくぷくと温泉が湧いています。河原を歩いていると、このように誰かが掘った跡が所々にあります。スコップを持ってきていなかったので、この跡を利用しましょう。このように湯気が出ているところもあり、割と暑いところもあります。ここは暑い、川は冷たい。適温の場所を探しています。川の水をうまく引き込んで適温にしてみます。なかなかちょうど良い温度になりません。はい、ようやく適温にできました。ちょっと浅いですが入ってみましょう。このように寝ながら入ります。温度は適温です。自然の音を聞きながらゆっくり入れます。周りの環境は非常に良いです。そして温泉で温まった後は、川を水風呂代わりに。綺麗な川がある場所は、これも醍醐味です。夏でも冷たい。流されてない?なんとか生還しました。良い温泉を満喫しました。そしてこの川沿いを歩いていると別の温泉を発見しました。行ってみましょう。おお、
方、立派な石像の湯船があります。ここは川湯薬師の湯という混浴の無料温泉です。混浴ですが、水着か湯あみ着は着用です。無料ですが、お気持ちを入れる場所があります。まだこの時は湯が溜まっていない時間でした。湯が溜まるのを待ちます。源泉はそのままでは熱いので、ポンプで川の水を汲んで適温にします。大きいのでなかなか溜まらない。仕方ないのでまた寝そべり状態で入ります。これでも温まれます。開放感があり、非常に良い露天風呂でした。はい、今回は熊野の川湯温泉の野湯を探索しました。非常に良い温泉が川底から湧いていました。ぜひ一度行ってみてください。ご視聴ありがとうございました。このように全国の温泉や秘湯の探索をしています。ぜひコメントや評価、チャンネル登録もお願いいたします。次回は栃木県の日光、そのさらに奥の奥日光温泉。自然も豊かなこの場所に良い温泉が湧いていました。チャンネル登録をしてお待ちください。